皆さんこんにちは、ギタリストの石積和弘です。今日はですね、4月の19日になりましてですね、特に何かの記念日というわけではないんですけども、だいたい2ヶ月前の今頃ですかね、私花粉症を発症しまして、もう本当にどん底の状態だったわけなんですけども、2日間の断食を経まして、食生活を変えていこうと一応宣言をしましてからですね、本当にアレルギーがほぼなくなりましてですね、今に至っております。はい。で今こんな状態ですみたいなことを、フェイスブックやなんかにお話をしてましたらですね、アレルギーがどうとかこうとかいうよりもですね、吉住さんなんでそれ痩せられたんですかという質問のことが結構皆さんの関心になるようでですね、ちょっとそこをね、今日はお話ししたいかなと思います。はい。でですね、なぜ痩せられたのか、もちろんなぜアレルギーが治ったのかという、本当に一石二鳥だったわけなんですけども、もうねズバリ回答言ってしまいましょう。ここにちょっと表情出したいと思うんですけども、はい、これは粗食、小食がですね、健康にいいというのは多分皆さんイメージ湧くと思うんですけども、じゃあ具体的にどうすればいいのかっていうのはちょっとなかなかね、いい情報なかなかないですよね。でやっぱり僕はずっと宮本武蔵の五輪の書に始まりですね、やっぱり昔の人のノウハウっていうのはやはり非常にいいと思ってます。はい。っていうのはそれいい情報なので今でも古典として語り継がれているということなので、今これが流行りですっていうものを試すよりもね、もうすでにもう実践して評価が出ていて、それが未だに覆らないというものを実践した方が無駄がないということなので、私そういうふうに昔からですね、古い、そういったその養生法ですね、できるだけ実践するようにということで、気持ちがあるからっていうのもあったんですけども、このね紹介してますこの水野南北さんのですね、本当に良かったですね。はい。でこの水野南北さんですね、ちょっと具体的に、どういうふうにすればいいかというお話をする前に、ちょっとその水野南北さんのねお話を紹介をしたいと思うんですけども、江戸時代の中期ぐらいの方のようですね。はい。でこの方ですね、お医者さんでも何でもなくて、面白いのはね臨床学者なんですよね。日本全国津々浦々旅をしました。でいろんな仕事をしましたっていう中で、いろんな方との、出会いを、その人相を取っていったんだと思うんですね。で、じゃあその人相を学ぶって実際何なのかってことになるんですけど、それはもう割と簡単なことでですね、シンプルなことで、どうやったら人生幸せになるのか、運が開けるのか開運なのかというのも ここに尽きるわけなんですよね。でこの水野南北さんが面白いのはですね、ずっとその人相学をこう極めようといろいろと勉強されていく中でですね、最後はもうねこれだけやってればもう仮にその悪いって言ったら変ですけども、不幸なこう生まれをしてたとしてもですね、この一点においてさえ努力をしていれば開運ですと一言で言い切ってですね、今までの自分の人相学を否定してしまったことなんですね。これすごいことだと思いませんか。なんかね、人相学を散々やってきて最後人相学を否定したというですね。でその、ただ一点これだけやっていけばもうそのね不幸な生い立ちもね必ずどこかで好転しますよ、で幸せな人生を送ることができますっていう、開運しますというね、その秘訣は何かといったらですね、その粗食小食なんですね。ですので、ここに紹介しているこの本ですね、粗食小食を実践するにはどうすればいいのかということが結構具体的に書いてあるという本でございます。はい。でですね、私の方に話が戻ってくるんですけども、いただく質問のほとんどがですね、どうやって痩せられたんですか、そのレシピを教えてくださいってことに結構皆さんの関心があるようで、その南北さんの、お話でいきますとですね、どこか特別なところって言いますと一応やっぱ2つありますね。ごめんなさい。ですね、まず1つ目大きいのはですね、白米だけの食事はやめましょうということなんですね。で当時江戸時代ですね、恐れ多くも天皇陛下からですね、町民に至るまでも
当時の、日本人はですね、白米を食べてたらしいんですね。ですので、お金持ちであっても、まあ、そうでなくても、大体食べるものはそんな違いはなかったと。で、まあ、そんな中でですね、脚気という病気が流行ったらしいんですね。はい。まあ、今でいう多分成人病って言っちゃっていいんでしょうね、置き換えればね。はい。で、まあ、そこに対する回答というふうに言ってしまってもいいのかと思うんですけども、お米だけ、白米だけ食べるってことは良くないですよということなんですね。で、水野南北さんはですね、まあ、一応そのお米を食べない選択をするにあたって、一応2つのオプションをお話ししてるんですけども、ご本人はですね、お酒が好きでやめられなかったっていうのがちょっと、ま、茶目っ気があるところなんですけど、ご本人毎日お酒1合だけ召し上がられたらしいんですね。まあ、多分そこがお米の代わりってことの多分裏返しだと思うんですけども、このお酒で、まあ、お米を取る代わりに、主食をですね、お米をやめまして、麦を食べてたということが一つ大きく、この本の中でね、クローズアップして言われてますね。はい、ということだと思います。はい。ですので、まあ、私はちょっと幸い、幸いというのかな、まあ、子供という時間も長くてですね、まあ、うちの家内がお酒飲まないということもありましてですね、まあ、お酒飲めない人間じゃないんですけど、家じゃまずお酒飲まないんですね。はい。ですので、ちょっと水野南北さんが示したですね、お弟子さんに示したもう一つのオプションの方を今ちょっと実行してるんですけども、どういうことかと言いますと、白米が1に対して麦が1、これを、まあ、混ぜて炊き込んだご飯を食べてくださいというのがですね、南北さんの、まあ、お弟子さんへのアドバイスということで、この本の中で紹介してるんですけど、これね、非常にいいと思いますね。はい。というのはですね、ちょっとその、まあ、お米を食べないという宣言を水野南北さんの本を読む前から一応ちょっと気にはしていたんですけども、玄米を食べるってのも案外楽じゃないんですよね。まず案外安くないとかですね、まあ、買いにくいっていうのがちょっと、まあ、近くのスーパーとかでしにくいっていうのもありますし、あと消化が悪いとか、ちょっと、まあ、案外そんなにいいっていう話でもなさそうなんですよね。はい。で、まあ、ただ日本っていう国の国策でね、やはりまあ、まあ伝統と言ってもいいのかな、お米、まあ、白米を食べるっていうのが前提で国が動いてるっていうのもあるので、やっぱりそれ以外を選択するっていうのはやっぱり非常にちょっとやっぱ難しい、まあ、社会に我々生きてるんですよね。ですので、まあ、まあ、白米はしょうがない、食べましょうと。ただその南北さんが言うように、まあ1対1のその1の部分ですよね。で、じゃあ残りの1の部分ですよ。で、ここがまあ、雑穀ってことになると思うんですけども、ね、歴史の授業で習った泡とか冷えとかね、いろいろ調べてみましたよ。案外ね、お米なんかより全然今高いんですよね。はい。ですので、これもね、やはり白米より高いというのはちょっとやっぱり続けにくいし、皆さんに紹介しにくいので、やっぱりダメだということで、まあ、探していったらですね、結局この南北さんの、本に書いた通りですね、麦が、まあ、白米と同じかそれより安いということでですね、継続可能な、やはり、実践できる、可能な、購入できる、雑穀ということで、まあ、ほんの通りに結果になったということですね。ですので、白米1に対して、大麦なんですけど、これを1と、1対1で合わせたご飯を食べるようにしてます。これが、まあ、南北さんが言ってくれてる通りのレシピであり、今私が、実践している、まあ、普通の人がやってないであろう、食生活の、まあ、大きな柱となっています。はい。これがまず第一なんですね。はい。でですね、次に、もう一つ、この本で言われていることはですね、発酵食品ですね。これを食べましょうということですね。で、まあ、この発酵食品を食べる論拠というのはですね、まあ、その発酵食品というのは、なんかその、まあ、納豆だったら、例えば大豆ってものがあるわけですね。ヨーグルトだったら牛乳ってものがあるわけですけど、それを、まあ、その微生物が、我々が食べる前にね、すでにもう咀嚼してくれてますということで、体に入れた時にすでにある程度その微生物が咀嚼して、その、消化を楽にしてくれてるという、まあ一応その、まあ南北さんなりの解釈があって、まあ私もまあそうだろうなということで、またその今のね、現代学でいけばその腸内フローラっていうんですか、腸の中にいいビフィズス菌なり乳酸菌なりをこう入れていくという、
本当にそこまで届くのかどうか僕は分かりませんけどもね、ただ確かにお腹に優しいのは間違いないと思いますので、ヨーグルトですとか、お味噌汁だとか、納豆ですね、なんかは気をつけて食べるようにしてますですね。ですので、そこぐらいでしょうかね。なんかあえてレシピというか気をつけてるってことになりましたね。ですので、お米と麦が1対1になってるご飯を食べてるっていうのが一つと、発酵食品を食べてると。で、あともう一つだけですね、これは水野南北さんの本に書いてるっていうんではなくて、好きだから続けられてるってことなんですけども、野菜の具を入れた味噌、お味噌汁ですね、これは毎日作って食べてます。で、この3つが割と今の食生活の、根幹になってると言ってもいいのかもしれません。もちろんね、毎日それだけ食べてるってわけではなくて、そこを中心にしながら、今でもうどんは食べてませんね。スパゲッティも食べないようにしてます。その代わりに何ですか、お蕎麦を食べて、日本のそばを食べたりですとか、してますし、お肉ですとかお魚なんかも全然普通に食べてます。ですんで、とりわけそんなに皆さんが思うようなすごい、ダイエットに効く食材を食べてますとか、そんなことは一切ないですね。ですんで、これで痩せられないとすれば、あとはもう単純に量の問題っていうことになってくるんじゃないかと思いますね。で、じゃあ実際私がどれだけのものを食べてるかっていうことになると思うんですけども、うちは子供が小学生なんですけども、小さい頃に使っていたお茶碗がまだたまたま残ってまして、本当このぐらいの小さなお椀なんですけども、これに軽く一杯、そう、先ほど言いましたご飯と麦の混ぜた麦ご飯をよそいで食べてます。で、その子供用のお茶に軽く一杯に見合ったおかずを食べてます。で、味噌汁、野菜の味噌汁一杯というのが一応あれですね、私の大体主食というか、1食分のその大体量というふうに大体考えていただけるといいんじゃないかなと思います。で、そんなに少ない量で持つんですかってお話になるかと思うんですけど、案外ね、持つって言っちゃえると思います。やはり白米だけにならない、麦が入ることによって、結構コシが強いんですね、麦ってね。ですので、割としっかり噛むっていうこともあるでしょうし、そのアレルギーを起こしにくい食材っていうのが、たまたまだと思うんですけど、空腹にはなるんですよ。私もさっきからちょっと、実はごめんなさい、もうぼちぼちお昼近くになってきてるんで、お腹がグーグー鳴ってるの、ちょっとマイク入ってるかもしれませんけど、でもね、イライラがないんですよね。これが大きい。以前はね、やっぱイライラしてましたね、お腹が減ってくるとね。それがないんですよ。ですので、お腹は減るんですけども、イライラしないって、そうすると、食べる、間食が少なくともなくなりますね。間食がなくなる。ですので、一日の中での食事の量ももちろん抑えられます。で、あとですね、これは結構声を大にして言いたいところなんですけども、2つありまして、1つ目はね、食事が以前よりも美味しいんですよ。小食になってからですね、普通の、うち庶民だと思いますけども、普通に出てくるお魚ですとかお肉ですとかね、本当に美味しく感じるんですよね。もちろんお味噌汁もね、野菜の入ったお味噌汁も含めて、食事ってこんな美味しかったかなっていうぐらいね、本当に美味しく感じられるんですよ。で、それを味わいますとね、もう本当に、言葉はあんまり好きじゃないですけども、麻薬と一緒ですよね。美味しいものを食べられるっていうのを経験しますとね、そこはもう逆にいい欲なので、それはね、続けられるかなと思います。が、小食になることによって食事が本当に美味しいので、我慢する価値は本当にあるかなと思いますね。で、あともう一つですね、これはね、精神的なというか心の問題なんですけども、これはね、水野南北さんのその本で言われていることでね、自分が小食になるっていうことで、あれですよね、
このもちろんまあ、その食べなかった分は家族の誰かが食べるか、時間を空けて、まあ、自分が食べてるってことになるとは思うんですけど、まあ、これ気持ちの問題としてね、自分が小食になって本当はもうちょっとこのぐらいここにあるものを食べてもいいんですけど、ここを残すということはですね、まさしく本当に神棚仏壇に食べ物をお供えするのと同じ感覚ですよね。まあ、もしくは、まあ、世界にやっぱりね、飢餓がまだいっぱいありますよね。食事ができないでね、亡くなってしまう子どもたちもいますので、まあ、気持ちとしてね、まあ、そういう方々に寄り添うというところもね、まあ、その本で、ちょっと学ばせてもらいまして、いや確かにそうだと。ですので、まあ、太ってるっていうことを、まあ、100%否定するわけじゃないんですけども、それを知ってからはですね、確かにやっぱり太ってしまうと、そういったそのね、世の中にはそうやって恵まれないね、で本当に食事ができないで死んでしまう子どもたち人たちがいるのに、でも自分は飽食で何もここでしてないのかというお話になってくるので、まあ、確かに少食を実践することによって、まあ、一応その、まあ、話を大きく言わせてもらえば世界平和につながってくるのかなということもね、ちょっとその水野南北さんの本でちょっと考えさせられるところがございまして、まあ、それもね、少食を続けられる、まあ、一つのこう動機になってますし、まあ、心が豊かになるというふうに言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、ですので、まあ、世間でも言われてますこの粗食、少食ですよね。もう皆さん、私が言うまでもなく、健康にいいっていうのはお分かりだと思うんですけども、まあ、自分のためだけではなくても、本当にこれはもう世界につながっていくお話だと、まあ、思うことによってですね、まあ、本当に、まあ、水野南北さんの言葉を言わせてもらえれば、ね、何て言うんでしょう、これは自慢というんではなくて、開運と、ね、いうふうになるんじゃないかなと思います。はい、ですので、最後はもうこの開運という言葉に、これも本当に南北さんの言葉に、これも本当に、もう本当にね、なんとしか目から鱗ですね。はい、ということだと、言葉だと思います。ですので、ぜひね、これはまあ、今回のこのビデオのお話で、なんか腑に落ちたところが一つでもあればね、皆さん、開運ですから、開運。ね。絶対良くなるとは言えないんですけど、ね。2つの選択肢があるとして、どちらが開運かというふうに選んでもらえれば、多少のね、目の前の、苦労というのはね、我慢できるんじゃないかなと思いますし、たまたま自分の場合はそういうふうに具体的な、アドバイスがするのは水野南北さんというね、古のやっぱり、ね、我々のご先祖様と出会うことで、気持ちを共有できて、まあ、共有というのかな、強さをね、いただきまして、実践することができました。はい、で、まあ、今回ね、私の言葉で、まあ、どれだけの方に影響があるのか、僕ちょっと、まあ、さっぱり分かりませんけども、まあ、ただ本当に開運じゃないかなと思って、今もうね、アレルギーじゃなくダイエットじゃなく開運だと思って続けておりますので、まあ、ご報告であると同時にですね、皆さんの、お役に立てれば幸いでございます。はい、また今回もちょっと長々とだらだらとちょっとお話ししてしまいましたけども、また皆さんとお会いしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。